ハウスオブトーチャーの3人です。ミラノさん、いよいよタイトル戦線に食い込んできましたね。そうですね、翔選手はケオスに行った時に、はい、いきなり来ましたね。ネバー6人の決定トーナメントの決勝戦と、あとタイトルマッチと2回やって、翔選手はいずれも石井選手に2回負けてるんですよね。そうなんですよね、はい、あと鉄柱、そのケイウスをクズ呼ばわりして散々言って、散々汚い椅子攻撃とかやって、今回これの日を迎えましたからね。そうなんですよね。ああ、さらにはディック統合を捕まえます。先にセコンドのディック統合を捕まえる、許しを凍ってますけども、ケイウス大攻、大攻を打ち鳴らします。まあ、このディック統合が入ることによって4対3の、まあ、状況になっています。ですからまず邪魔者を1人駆除しようということですよね。そうですね、本当3対3でも4対4でもハウスオブトーチャー側は人が変わりませんからね。そうなんです。